こんにちは、快適アートです。今回はリクエストを以前から多くいただいていましたので、目の描き方を解説したいと思います。2つの動画に分けて水彩で着彩するところまで解説しますが、今回の動画では線画の描き方までを収録しています。リアル目のイラストの目の描き方で、 2.5 次元的なイラストを目指して描いている描き方ですので、リアルな目を描きたい人にも、アニメっぽい絵を描きたい人にも、何かしら少しでも参考になればいいなと思います。まずは柔らかい鉛筆でざっくり描きながら解説していきます。目頭は目尻より下に描いています。その2つの点の間に眼球が入っているイメージです。目玉にまぶたをかぶせていきます。私は目玉から描いていくので、下絵はちょっと変な時があります。こういうのはツイッターに載せています。目頭は丸みのあるラインでくぼみを描きます。そこから目尻に向けてラインを描いていきます。下のラインも描きますが、こちらは目頭側が下向きにカーブ、そして滑らかに目尻に向けて上向きにカーブした線で描いています。なだらかな S 字型です。下側のまぶたのラインは2本にしています。これは本当に狭い幅でいいです。まぶたの厚みとまつげが生える境界の線になります。目頭、目尻の白目との境目は尖らせずに粘膜を描いています。これは目立たせたくない場合は線画は描かず絵の具で描く場合もあります。二重のシワも描いておきます。目頭側が Y 字に分かれた二重のラインをよく描きますが、これも好みでいろんな形があると思います。大まかな目のラインはこんな感じなんですが、陰影を少しつけてみます。下まぶたの涙袋を描きます。目頭のところにくの字型に影があるのも描いておくことがあります。上まぶたの影は眼球や目尻に落ちています。眉を描く前にちょっと骨格の話をしておきます。眉毛は骸骨の出っ張りの上に乗っかっているからです。目玉は頭蓋骨のくぼみに収まっていて、その骨の縁が眉の位置になります。目の骨のくぼみは目尻側の上が一番目立つ時です。ここは眉尻がきます。目の上の骨の真上に沿うように眉を描いてから、この目のくぼみのカーブが角になった部分から眉尻を斜めに描いていきます。これは表情によって少し変えたりもしますが、基本はこの形です。ちょっとこの状態だと次の解説がしにくいので、一度ペン入れをしてしまいます。ペン入れができたら一旦説明に使った線を消してみます。次は眉毛を描いてみます。眉毛の線は目頭側は上方向に立ち上げて描き、下側は斜め上に、上側は斜め下に向かって線を描きます。眉尻の部分は滑らかに斜めの線を描いていきます。あとは隙間の部分を短い毛で埋めたら完成です。まつげも描いていきます。いつもは線画は墨の線画を使っているんですが、こういう風に上まぶたのアイラインの部分は少し太めに描いています。まつげはまず長いものから描いていくといいと思います。長い毛を2本セットにして描いています。扇のように広がっているのをイメージするといいと思います。ラインはまっすぐではなく放物線にして、目の内側に入り込む部分も作って描くと立体感が出ます。一通りかけたら次は間の部分に短いまつげを足してボリュームを調整していきます。下まつげも長いものから描いています。長い2本を V の字型に束ねて描きます。次は短いのを間に描いていきます。これはつけまつげとかのデザインを参考にしても面白いかと思います。確か編み目みたいなデザインもあったと思います。こんな感じで完成です。
着彩する際はこの線画に最初に描いたような陰影を足して塗っていきます。水彩で色を塗る場合はこういう陰影の部分は水彩紙に色を塗ったり転写したりはしないんですが、こういう風に下絵の段階では陰影をつけておくと色を塗るときに参考になります。私はティッシュでこすったりしてトーンを滑らかにしておきます。細かいトーンのところは綿棒を使ってぼかしたりするのもおすすめです。このまぶたのラインなんかはすごい細いところに陰影があるので、こういうのは綿棒を使うと綺麗にできます。陰影を復活させるとこんな感じです。ハイライトも入れてみます。シグノのホワイトを使っています。目玉のハイライトは黒目と白目の境目に入れることが私は多いです。絵が小さい時は1つしか入れないんですが、大きく描いていてキラキラな目にしたい時は3つくらい入れたりもします。肌の部分でハイライトを入れるのはまぶたの一番出っ張ったところです。二重のラインで分かれているので上側は2箇所、そして下側は涙袋の部分に1箇所入れています。これが基本的なハイライトの位置です。もっと細かく入れる場合はまた着彩の時に説明します。次は別の角度で描いてみます。これは目尻側から斜めに見た状態です。こういう風に見る角度が変わっても球体の目玉が入っているということを意識して描いています。目玉に対してまぶたがどういう風に乗っかっているのかを想像して描きます。こういうのは慣れていないうちは想像で描けないので、資料を見ながら眼球、まぶた、目頭、目尻の位置を意識して描いてみてください。私は今回完全に資料なしで描いてみましたが、慣れてくるといろんな角度で応用して想像で描けるようになってきます。目頭側から斜めに見た目です。目尻が回り込んで見えなくなっている感じで描いてみました。こんな風にまぶたのラインを横から見て描いている場合はアウトラインで膨らみを表現してあげてください。上側の二重の部分の凹凸、それから下まぶたの涙袋をぷくっとさせて描くと可愛いです。横から見た目も描いておきます。これも今までと同じで眼球が入っているというのをしっかり意識するのがポイントです。ペン入れをして線をきれいにしていきます。私はイラストメイキングでは主体を2枚用意しています。1枚目は陰影ありのバージョン、そして2枚目は線画のみです。線画を描く際は線画のみの方を参考にしますが、着彩する際は横に陰影ありの主体を置いています。着彩でどこに陰影を描くのか鉛筆で塗っています。私は節目がちな目が好きですので、ちょっとおまけで閉じていく目も描いてみました。閉じかけの目は上まぶたのラインを S 字型に描くのがポイントです。
この動画では目の描き方の線画の部分を解説しましたが、水彩紙に転写して次回は水彩で着彩する方法を解説していきます。今回描いた下絵の完成形の画像などは Twitter やコミュニティタブにも上げておきますので、静止画でじっくりと見てみてください。次回着彩編もありますので、よかったらセットで見ていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。